最近人気なのはこの軽自動車のね、走行される方です。数年前はそんなにたくさんはいらっしゃいませんでしたね。最近はあのダイハツのコペンとか、ね、まあ、あのちょっと前の車になりたのカプチーノとか、ね、こういった車に乗っておりまして、最近あの多いのはダイハツコペン、エントラントの皆さん、今回もたくさんのエントリーをいただいております。さあ、それではですね、エイグレッド、ドライバーをここでご紹介してまいりましょう。エイグレッド現在走行を行っている、ゼッケン1番は重田信之選手、マシンはダイハツの F です。埼玉県からいらっしゃっていただきました。タイヤは横浜を装着しています。カナバ2番は浅田翔吾選手、こちらはダイハツのコペン、タイヤブリヂストン、サーキット走行2回目、どうなるやらという、メッセージが届いておりますね。そしてカーナンバー3番は黒松秀直選手、こちらはホンダのビートです。奈良県のドライバー、タイヤブリヂストン、40代最後の記念に参加したいと考えています。もう間もなく50歳になるという黒松秀直選手です。カーナンバー4番は井本藤吉選手、こちらは鈴木のカプチーノ、マシンはカプチーノで、タイヤは横浜です。カナンバー5番はオリモッチ、タイヤのコペンを借ります。モリモッチャンのタイヤは横浜。そしてカーナンバー6番は、鈴鹿クランマンレースの出る人ですね、長谷川宝州選手、お坊さんでございます。昨年から車をバーンアップしてきましたということですけども、さらに今回もトップタイムを狙っていこうという、またやる気バリバリの長谷川宝州選手も現在走行を行っています。カーナンバー6番、そしてカーナンバー7番は吉川忠信選手、こちらは頑張る日本のモータースポーツでメッセージを伝えておりますが、ダイハツのエースを勝ちます。タイヤは横浜。カーナンバー8、中田圭一選手、こちらはダイハツのコペン、タイヤは横浜です。カーナンバー9、野村俊明選手、こちらはダイハツのコペン、コペペアットコペンというのが中古持ち屋、よくわかりませんが、カーナンバー10番はキンコペ選手、コペン選手、コペンアーベースとか、はい、黄色のコペンでしょうね、おそらくね。タイヤは横浜です。カーナンバー11は深越拓也選手、マシンは横浜のコペン、タイヤは横浜。カーナンバー12、森下慎一選手、目標は4秒台、ライバルに勝つぞという、そんな森下慎一選手がカーナンバー12。カーナンバー13番は勝野岩尾選手、MIR プロジェクトからのエントリー、タイヤはプロジェクト、ダイハツのコペンを借ります。さあ、計測開始のボードが出されました。これから15分間のアタックに入っていきます。さあ、カーナンバー13番、勝野岩尾選手から、タイヤバックに入っていきました。カーナンバー14番は加藤智弘選手、ダイハツのコペンを借ります。カーナンバー15番は中島純一選手、こちらはホンダのビート、カーナンバー16は中島俊弘選手、こちらは鈴木のアルトワークス、タイヤを横浜、タイムにアルトワークス IDI を貸しということで、このクラス軽自動車、しかもスポーティーな軽自動車、によりますタイムアタックの予想になります。レイクロスのエントリーをご紹介します。さあ、今のところ15分間のエントリーを終えて、この2つの練習走行を終えて、マシン走行を終えて、いよいよアタックに入っています。さあ、ここでですね、福山秀夫を開演しておりますが、しゃべくりで入ってきております。赤字じゃないんですね。あ、もうだって、福山さん、はい、福山さんもう実況も兼ねてるじゃないですか、ほとんど漫談の相方として、福山さんはいつも思うんですけど、はい、あの実況アナウンサー以上に喋ってしまう解説者なんで、それっていうのは、はい、実況者にとってはあの使いやすいやつなんで、邪魔なやつがかなり使いづらいですでもね、やっぱりね、あの僕なんかも一緒にね、いろんな実況解説やらせてもらってますけども、はい、あの気づくのが早いんですよ、やっぱり。お、やっぱりね、それやっぱり。あなたの悩みじゃなくて、あの、高速用にハプニング。ああ、やっぱりこれはすごいな。ああ、そうですか。さすがは、よろしくお願いします。おそらく。
なこと僕は聞かないと思います。モーターレーシングって奥が深いんですよね。いろんなことを見つかされたり、伝えかけられたりね、しますんで、いやー、なかなか6番、まずは6番が来てます。はい、長谷川孝志さん、孝志選手だ、孝志さん、これはどうだ、クローマン出てるんですか。そうですね、ノミライエンジョリーね、え、長谷川選手の、はい、本当になんかすごいスピードが出てますね。前から見るポルシェっぽいですね。そうですね。ですが、現在のトップは、ですね、5番、森本ちゃん。森本ちゃん。日本なんでしょう、森本ちゃん。森本ちゃん。あの森本さんって言ったと思うんですが、誰でも分かるので。森本ちゃんは、チェントラップが1分1秒53で、さあ、ただセンターバンでタイムを削ってきた、仲間を取ってできました、森本ちゃん、センターナンバー5。さあ、どこに行ったかな。ナンバー5は今、ナンバー5は青いのが、青いのが森本ちゃん、最終コーナーに中回ってきた。さあ、森本ちゃんのタイムは1分00秒757。これはちょっとタイムをしますよね。これね、多分路面とかはまだまだ良くなっていると思いますので、はい、あと次はラップさえ取れれば、まあ、ちょっと詰まってる感じですかね。そうですね、そうですね、まあ、一回アタックをしたと自分の中でこのアタックをかけたラップを終えたら、はい、一回やっぱりクールダウンした方がいいですね。そうですね、まあ、持ってなければ次はラップが取れれば2周3周と行くのも良しなんですけど、はい、まあ、4周5周と続けるのはどうかなと思います。このコースは結構忙しいところで、はい、どのコーナーにも緊張感が高いので、やっぱり連続ラップしてしまうと、コースカートから出たら引き直してっていうのもあります。あ、そうか、この後取れるかな、どこで出たらいいかな、パッパッとミートもかない、はい、あ、これでもいいか、可能性がありますね。これ車両の性能差がちょっとありそうなので、さあ、ブルーのマシン、カーナンバー5、森本ちゃん、唯一の1分00秒台に出ています。2番手が長谷川宝州、1分2秒495、3番手にはカーナンバー16、中島富弘、1分3秒724と、さあ、トップ3のタイム差は1秒、あるいは2秒開いている状況。さあ、そんな中で森本ちゃん、セクター1でまた赤マークをつけてくることができるか。S 字から下りの25アロにやってきた。アルバム看板前を通過。さあ、森本ちゃん、セクター1は31秒台という時間でした。なんとかフィアラップでこの位置に追いつくと。先ほどセクター2でちょっと詰まった感がありましたから、今回は見せませんでした。S ラップは1.00.757、最終コーナーにやってきた森本ちゃんであります。さあ、最後どこまで締めてくるか、セクター2では赤マーク。なるほど、噛み合わなかったですね。先ほどのセクター1がこれで続いてるので、ベストラップを引っ張ったんですけどね。さあ、次のラップはちょっともしかしたらクリアラップが必須かもしれませんね。はい、1台、3コーナー、4コーナー、今回っていくのは、これは大学のエッセンですね。これ、重田信之選手のマシンだよね。そうですね、
ちょっとまあ車両の充実度合いの差が結構ありそうなんでね。おお、下りの 25R で、おお、サイドバイサイドだ。ダイハツのエースですね。そうですね。最近。またもう1台に来ました。あ、これは吉川忠信選手ですね。7番の吉川忠信選手でした、はい、今ちょうどあのクランクのところの大丈夫かな、出れるかな、エンジン上がりましたね、エンジン上がりましたね、はい、クランク2つ目の縁石に引っかかったような感じで、そうですね、1個目でちょっとリアが出ちゃって、はい、2個目でその揺り返しが来たみたいな感じで抑えきれなかったんですが、吉川忠信選手もう前に引っ張ったりしてますね。この人、過去にはニーニー選手だったりなんですよ。あ、そうなんですね。へぇ、頑張れ日本のモータースポーツですね。ぜひまたね、はい、サーキットでね、そうですね、走行だけじゃなくて、はい、戻っていただきたいですね、はい、まずはクランパーあたりから、製品をまず支えてもらってね、はい、製品に対する理解者も減っているのでぜひお願いしたいと思いますね。さあ、ちょっと先ほど2台のマシンがクランクのところでスピンしておりましたから、フライド 25R でユーロクランクが振られておりました。その関係で、電車がもうスピードを落として、はい、でちょっとこのまま待ってそうですね、これワンツーが今ですね、 25R アルバン看板下を走ってるんですが、この2台はだから、あ、森本さん今ハザードつけましたので、どういうことしましたかね、その前を長谷川選手が走りましたセクター1で赤マーク、さあセクター2でどうか、おお、トップだ、おお、長谷川報酬がトップです、1分00秒739、100分台の争いですね、そうですね、100分の2秒でしか違いないですね。さあ、その長谷川報酬と森本ちゃんがほぼ同じポジションを走っていたんですが、あ、今長谷川報酬選手が譲りましたね、はい、森本ちゃんが前に出ていったんですが、前には4台 S 字の出口から見て25R で4台のマシンがいます。ちょっとペースが違いますから、これクリアラップになるでしょうか、どうでしょうか、今どうやらアタックを見せている模様、森本ちゃん、はい、今は1本目クリアラップですね、クリアラップね、バスプレス自体もかなりませんので、コーナーを回って今バスプレスを見ますね、おー、もう1本クリアラップなんですね、もう少し間隔を空けようと思うと、ねえ、一応アタック台数だったような気がしないでもないんですが、さっきラップラップが1分17秒でしたから、さっきも流してるラップだったんですね、はい、あ、これはもう本気で開けちゃおうとかもしれないですね、メールラップ行こうとするかもしれないですね、移動を見ながら、まあ、後ろに追いつかれないように最終コーナーまで行って、そこでアタックというのでしょうか、現在は5番手のタイムをマークしています、キンコペ選手、カーナンバーは10番です、はい、ひょっとするとね、これトップ3に迫るかもしれないですよね、いいクリアラップが取れればね、さあ、どうやらアタックが入っていけそう、おー、グライド 25R 1台スピン、マシンがコースのど真ん中、全部ですか、あれは、めっちゃすごい。はい、赤いからもうちょっと、あれは全然、全然サードか、昔の全部ですね、昔の全部ですね、あーっと、森本ちゃんがセクター1で赤マークつけていたんですが、なんとセクター2でもタイムを落ち着いまして、1分00秒081でトップに立ちました、
たのはなかなか、もう一声で51秒台なんですけどね。あと少しですね、先ほど81秒足りませんでした、59秒台まで。さあ、堀本ちゃん、さらにアタックをどうやらやっているようですね。ちょっとでもフォームみたいなところも入っちゃいましたか。そうですね、前の問題に追いつきつつあります。セクター1でやはりちょっとアクセルを緩めたか。まあ、それでも区間タイムとしては2タイムです。しかしここで引っかかります。さあ現在の順位をちょっと軽くお伝えしておきましょう。現在トップバッターはカーナンバー5堀本ちゃん、1分0.0081、2番手にはカーナンバー6長谷川宝州、1分0.0739、3番手にはカーナンバー15、長島純一、1分2秒316、4番手にはカーナンバー10、長島俊人、1分2秒14で、5番手にはカーナンバー12、1分3秒89、6番手には中田健一、1分5秒92、7番手には勝と岩尾、こちらはタイムが上がってきている。8番手には加藤も、加藤智弘、1分6秒864、10番手にはカーナンバー12、森下慎一、1分8秒071、10番手にカーナンバー1、重田信之、1分8秒431となっています。中島俊弘が2番手に上がってきた。先ほどセクター1でグリーンマーク、区間ベストを出していたんですが、セクター2ではなんと赤マークをつけまして、カーナンバー16、スキのアルトワークスにおります中島俊弘が2番手に上がってきました。今そのアルトワークスは3コーナー4コーナーのところでもう2勝を詰めていますね。15番のマシンを移動させてくださいという、連絡が入っております。 B グループの方、ピット前にですね、マシンの移動をお願いいたします。 B グループの皆さん、お願いいたします。
さあ A グループは軽自動車の、マシンでの、走行が中心になりました。 B グループはちょっと台数少なめですね、ホンダスピット、マツダユノスロードスター、トヨタカローラレミン、マーディヘブン、バスね、バスね、まるで FJ 戦の車ですよね。で S2000 アルテッタ、エキシージで、ダイハツのホベもいますね。で、シビック、はい、もうこっちゃまででございます。そうですね、1台コペンがいるわけですよね。この西川浩二選手は B グループにいるということはちょっと早いということですね。なのかもしれませんね。今日はクラス別で走ってるのではなくて、自己ベストタイム順に走ってクラス分けされてるので、そうですね、ひょっとするとまあ1クラスも先ほどの結果ではなく、この西川選手が食い込んでくる可能性があるわけですよね、上